見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。ヤギや豚の飼育から建築まで体験。写真、東洋エデュケーション ×ICT。 新学習指導要領のスタートを受け、探究型の授業に取り組み始めた学校や教員も多いだろう。そんな中、1998年国示の学習指導要領において、総合的な時間が設けられるより前、実に0年以上も前から探究的な総合学習の実践に取り組んできたのが、長野県伊那市立伊那小学校だ。通知表も時間割もチャイムもない、動物を飼育しているそんなユニークな教育活動で知られるが、いかにして子どもたちの主体性を尊重した実践を続けてきたのだろうか。長野県伊那市立伊那小学校の最大の特徴は、教育課程の中心に、総合学習、総合活動を置いていることだ。全学年が、学級単位で探究的なテーマに取り組んでいる。1年生では、そのテーマを通じて、自然、社会、言語、数、表現、道徳教育、特別活動の領域を総合的に学ぶ、総合学習を展開。から6年生は、テーマに沿った、総合活動を中心に教習なども並行して学んでいく。一つのテーマの実践期間は、1から年生、から6年生の各年間ずつ。1年生と年生の時に、子どもたちが取り組むテーマを決める。細部からよく注目されるのが、低学年で多く採用される動物飼育だ。現在、1年生は、ヤギ、ウズラ、ミニブタなどの飼育がテーマとして選ばれている。今年度は都市組クモブタの飼育に挑んでいるが、その学びは全く異なります、と同校校長の福田博彦氏は言う。1年生は、可愛いから一緒にいたい、という情緒的な求めが契機になるのに対して、年生は、給食の食べ残しがきっかけとなりました。給食や食材を作っている人がどんな思いかを考え、実際にほうれん草農場を見学するなどの経験を通じて、豚を育てて食べてみよう、というある児童の提案へと発展していったのです。文組は今年9月下旬、養豚農家から子豚を譲り受けて育てている。出荷して食肉業者から買い取る計画も持ち上がっており、実際に買い取った場合は、食べるか食べないかの選択を各自に委ねるつもりだ。子豚の世話を通して動物を育てる責任や命の尊さ、その命をいただいて生きている重みを知ることだろう。高学年では、例えば6年秋組は、年生の時から近所の林で、林の暮らしをテーマに活動を続けている。これまでクラスの友達が泊まれるよう家を建てたり、間伐材を使って椅子などの家具を作ったりした。畑で採れたものでバーベキューをしたことを機に炭焼きに興味を持ち、今も炭作りに励む。林業など専門家にアドバイスをもらうなど、活動やコミュニケーション輪にも広がっている。